こんにちは、日向祐一です。夫婦仲が良いカップルの、特徴ということで考えてみたいと思います。で、そうですね、一つの特徴がこれフレンドシップで結ばれてるっていうことなんですね。で、フレンドシップって何かっていうと愛情には、4つの愛情があるというふうに言われてますけど、ギリシャ語で4つ愛情っていうのがあるんですね。で、その友情っていうのは、フレンドっていう言葉と似てますけど、フィレオっていう言葉があるんですね。フィレオで、フィレオっていうのは友達、友情の愛、友達の愛っていうふうに言われていて、でこれがですね、何かっていうと条件付きの愛なんですよね。条件付きの愛で、アガペっていうのがその聖書に出てくるんですけど、神の愛、無条件の愛っていうことなんですけど、フレンドシップっていうのは条件付きの愛なんですね。で、この友情が豊かな夫婦っていうのは仲がいいわけですね。で、これ条件付きってどういうことかっていうと、約束を守るっていうことなんですよね。約束を守るとか、あと礼節を守る、親しき中にも礼儀ありっていう言葉が日本にもありますよね。で、それは相手に対する尊敬を失わないっていうことなんですね。で、友達同士で、すごい親しくて、なんて言うんでしょうね、俺とお前みたいな感じで、男性だったら呼び合うような親しい中でも、やっぱり礼儀っていうのがあるわけですよね。相手の男性特有ですけど、これは相手の問題にずかずかと立ち入っていかないとかね、そういうことがあるわけです。女性でもそういうことがあると思いますけど、で、とにかくお互いに尊敬している、そしてお互いに約束を守る。だから嘘つきとは友達でいられないわけですよね。で、で、仲のいい夫婦っていうのは、だから恋愛感情抜きでもフレンドシップが土台にあるので、恋愛感情なしでも一緒にいて楽しいんですよね。で、これすごい重要なことなんです。恋愛感情がある、つまり男性女性として引き合う気持ちがあるっていうのはすごく素晴らしいことであって、それも神様の祝福だと思いますけど、それが万が一なかったとしても一緒にいて同じものを見てこう感動を覚えるとかね、それ友達ですよね。で、感動したことをお互いに分かち合うとか、それ友達ですよね。それ別に恋人じゃなくてもできるわけですよね。で、それがあった上で、神様の祝福として恋愛感情もあれば、それは夫婦として本当に豊かな関係になっていくわけですけど、こっちの方がベーシックだっていうことなんですよね。だから仲がいいカップルの特徴っていうのは、友達としてもいい友達でいるっていうことなんですよね。ということで、夫婦仲がいいカップルっていうのは実は結構友達関係がしっかりとしているということを、お話ししました。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。